じゃーん。今日はこれ皮食べられると思う？え、でも鮭じゃないね。あ、オムライスの方？唐揚げあったよ。唐揚げあった？なんかね、上にあったやつ取ったんだよね。へぇー、ね、じゃじゃるーん、八割れです。八割れのなんか照り焼きみたいな使用しておりました。近くみたいでしょう。近く、真横ですね。もう真横にアミタンがいます。ありがとうございます。あやみちゃんは1番にメイクでした。だからアミタンは唐揚げだし、アミは酒でした。そう、アミはね、最後のメイクなので、もうご飯食べ終わっちゃったんですよ。そしてまだメイク順番が回ってきてないです。食べるな。はい。え、うん、あ、さっき食べたってこと？あ、今開けたんじゃなくてね。うん、なるほどね。アミは今からポテトフライを食べます。昨日ね、お菓子を買いに行ったんですけど、なんかいろいろ、なんか、あの、このポテトフライ、ほんまにいつもなんか、なやみちゃん食べてるイメージあるんですよ。そう、だから買いました。はい。そう、水じゃない。皆さんも食べてみてください。駄菓子屋とかで売ってるよな、これ。駄菓子屋でめっちゃ安いな。でもね、コンビニとかでも売ってると思います。あやみの近くの駄菓子屋さんは35円。そうなの？よく覚えてるな。めっちゃ行ってたから。消費税ないからさ。そう、4枚入りなんです、うん、結構入ってるよね。入ってる。今までね、2枚やと思ってたんやけど、あやみちゃんが食べてるのを見て、食べて美味しくって、食べたことはあったんやけど、あんまり食べたことなくてハマりました。うん、プレゼントです。買ってるよ。ありがとうございます。今日はね、声も聞こえたのでね。駄菓子屋さん探すのが難しい。え、ですよね。アミのね、お家の近くにも駄菓子屋さんあったんですけど、なんかなくなっちゃいまして。朝は普通になんか学校用としてツインで、これ固定屋なんでね。私は絶対ツインなんです。え、学校行くとき、学校行くときツインにした。今日そうなん。うん、アミはね、なんかみんな大体ポニーテールで行くんですけど、帰ってくる時には髪型が変わることもあります。友達にね、よく髪の毛をなんか1から下ろして1回解いてからまたヘアセットをされることが多いです。あるある、マジで。自分もあるよね。そう、髪長いから余計になんか編み込みしたりね、いろいろ結構遊べれるような髪の毛で。そうなんですよ。鉄眼鏡さん、ペンライトありがとうございます。お花、鉄眼鏡さん、ありがとうございます。あみはよく、ちゃんなるま、ありがとうございます。コスムライトさん、ハンタバ、ハンタバありがとうございます。コスムライトさん、だるま、ありがとうございます。まゆさん、ハートありがとうございます。ひでさん、ハートありがとうございます。せっちゃん、ハートありがとうございます。あみの学校、中学校、なんか背高い子めっちゃおって、だるま、ありがとうございます。めっちゃもうこっからさーってやられます。髪セットされちゃいます。よくね、みんなで串でやってるよね。そうなんだけどね、変な髪型してるとね、先生にね、もう髪の毛で遊ばないって言われちゃいます。よく先生に髪型注意されてるのは男子です。え、なんで？ちょんまげとかしてたり、なんかサザエさんみたいなのしてたりするから、たまに。サザエさんってどういうこと？あの、1、2、3。あ、なるほど、ね、よくやってるからめっちゃ注意されてる。自分皆さん長袖でできるのよ。ありがとう。一時期サザエさん大量発生の時いたよ。マージャンとかババ抜きやるやつやりますか？ あとはツインテールしてた。みんなやります。団子とかくまさんとかかわいすぎ。え、ありがとう。めっちゃサザエさん、あのね、メールでうちいちサザエさん流行ってたんですね。そう、え、みんなサザエさんやったわ。だから待ってますね、皆さん。今日公園入れてありがとう。女子はもう普通になんかそれ見て、最初は面白いとかなってたんですよ。なんかメイクの順番がまだ回ってきてなくて、結構当たりになってくるともう秋、はい、何も言わない当たり前みたいな感じ。レッスンっていうかね、リハ終わりなんでね、普通にやばいです。え、なんか
どうなん、後ろ髪だけやったか、ここは普通に生え、うん、生えてたっていうのかな、おろしてた。ありがとうございます。終わったらマージャン旅行です。お願いします。マージャンありますね、トランプじゃなくて。うん。女子はそれ見て、もう。そろそろ。あ、蜂蜜食べたいなって。いつも通りやな。彼らね、蜂蜜食べるの好きなんですよ。みたいな感じ？彼らがいますか？自分もほんまに。わかんないかもしれないんですけど。途中からそれが当たり前になってしまった。したりするったり。喉が痛くなったり、だから逆にそれが終わった途端に、え、変わってるってなる。なんだっけ、スラムみたいな、ハミカム、違う、なんだっけ、忘れた、今まで出てきてたんですけど忘れた。わなんだっけ、薬みたいな、蜂蜜、女子があんまりマヌカハニーを飲んだんですけど、ヘアアレンジをなんか普通に、まあね、くくってきたりとか、ね、お団子してたりはあるけど、ハニーゼリーって言うんですけどね、ハニーゼリー食べるのめっちゃ美味しいんですよ。髪型いじってるのは女子はあんまりいなかったです。でマミはヨーグルトに蜂蜜入れるのが好きです。はい、でも体育の日はみんなくくってました。食べてみたいと思います。皆さんごめんなさいね、今日ほんまに半分半面顔しかないんですけど、まあでもそれは食べてみて。じゃあもう本当はね、メイクがね、早かったらね、ちょっと全面顔してたんですけど、そうだからね、ちょっと今は、ね、そういうことです。お願いします。髪の毛も明日も可愛いだったもん。ありがとうございます。何が多いだろう、今日のイベント、マットさん、なんかありがとう、嬉しいです。彩りって書いてある。マキマキちゃん、ハートありがとうございます。シャケット、いろんなやつ入ってたよ。シャケット、照り焼きみたいなチキンと、あと美味しい豚肉と、豚バラと、あと、きんぴらごぼうと、マージャンしたいと思います。ひじき。皆さん、お願いします。と、そぼろが乗ってるご飯。今度公園だったら蜂蜜食べたいな。うちも嬉しい。どんな感じだったよ。あやめあんま見たことないな、そういえば。みはね、大人のママしかあんま見たことないです。多分夢の国でね、買った。あやめが生まれる前もちょっと前も。プーさんだと思います。蜂蜜食べたいなで、その次がピグレット、プーさんの友達で、その後にもう一番パンチング来るまで。ずっと春雨ね、入ってるんですけど、遊ぶ時もめっちゃ辛くて食べれない私。ジェラちゃんで、ちょっと置いてます。辛すぎて食べ、ここめっちゃ狂気。美味しい。量が違うけど、まあ大丈夫。皆さんも食べてください。コンビニで売ってますよ。これ？うん。そうだよ、売ってます。普通に結構売ってます。駄菓子屋でも絶対売ってる。うわ。夜ご飯はメイクを待つ間に食べちゃったんですよ。あやみちゃんも一番にメイクやったから食べてなくて今食べてます。食べ終わったけどまだメイクが回ってこないですね。マイコン、ハートありがとうございます。ナンバーにつきましたとは気をつけてきてください。宮本ジェラ、つまり私はファンの人です。そうなん、そんなことないですよ。すごっ。この前ね、夢の国に行った時もその子は、そのちょっとあのジェラはね、連れて行けなかったんですけど、ジェラちゃんのお洋服を買って帰りました、お土産にね。ジェラにお土産で、だから今もね、一番なんですよ、ジェラが。中学生です。中1。ああ、みーこれ食べれた、この春雨。うん、サーニャが食べたいって言ったからサーニャにあげたよ。あ、そうなん、めっちゃ辛かった。そうなん、うん、あみー食べてないだから、ちょっといる。うん、ジェラちゃんがジェラシー、ジェラトーニですよ。あみーはルーちゃんだよ。あみーちゃんはルーちゃんが好きなの。でも、本当はあのステラが上の名前なのよ。うん、アイもルーちゃんって呼ぶ。アイもルーちゃん、ルーちゃんって可愛い。シェリーメイちゃんとかだったらメイちゃんって言ってる。あとはね、あのベルちゃん、リーナベルちゃんはベルちゃんです。リーナ、リーナの、あとはオルメルやったらオルくんとか、クッキーアンちゃんやったらクッキーちゃんとかですね。
クッキーあちゃんクッキーやな、うん、あんちゃんって呼ばへんねん、うん、シェリーメイはさ、うん、シェリーちゃんじゃなくてメイちゃんやのに、うん、クッキーあんはクッキーちゃんですよね、うん、あみはシェリーメイってもう本名で呼んでる、フルネームで呼んでるわ。みはシェリーメイちゃん、メイちゃん、うん、あみはけどシェリーメイちゃんだからもういいでしょ。あみがジェラートって呼んでたから、うん、あみもジェラートになった、うつったなんか、うん、呼び方が。あみはジェラートとジェラちゃんですね。でも基本ジェラちゃんです。あみは、うん、ジェラちゃん用にベビーカー買ったりもしたんですよ。やばいですよね、うん、ほんまにね。え、3年生4年生のクリスマスプレゼントはベビーカーです。12歳、うん、そう、12歳普通に。え、やばいですよね。あと何日、ね、何日だったっけ、昨日16日か、16日で13歳。ベビーカーなの。隣にいるアミタンも13歳だよ。やばいよね。もともとベビーカー持ってたんですけど、ベビーカーが外向きにしか向かないやつで、ジェラートをどうしても内向きにね、したくて、新しく外も内もできるベビーカー買いました。そう、わざわざサンタさんに頼んだんですよ。あみは、なんか、うん、なんかの人形をねるちゃんのベビーカーに乗っけてた、うん、そう、そうやねんけど、ねるちゃんのベビーカーが前しか向かへんくって、うん、旦那、しかもさ、めっちゃ嫌で、普通のさ、大きさの子たち乗らへんくない？乗らへん、頭パンパンなのあの、これ、傘みたいなのができなくって、うん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 、もうそれもちょっとね、ジェラちゃんにストレスを与えるなと思って買い直しました。ジェラト、なんか、ジェラト2位なんですよ、うん、ジェラト10 2位なんです。だからジェラトで、え、そうなん、多分ジェラト2位だよ。そうなん、ジェラト2位じゃない、いや、ジェラト多分、え、分からへん、え、どっちへ行き忘れた、多分ジェラトやと思う。ステラとル、うん、セラル、オル、ネル、クッキー、アン、チェリーメイ、テンメイ、リーナ、テンメール、ダッフィーなんじゃ。ダッフィーはダッフィーじゃん。え、ジェラトーニーって区切りあったっけ、てか忘れたな。ジェラトテニーか、トニーちゃん、トニーしか出てない、トニー、でもジェラテントニーもありえそう。ジェラテントニー、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ジェラテントトニーじゃない、ジェラトーニ、トーニじゃない。アミだから一時期トーニくんで呼んでる。え、多分ジェラトーニやろ。え、どっちやろ。なんかね、アミあのめっちゃ仲良いお友達がいて、その子とディズニーよく行くんですけど、うん、その子がアミの子はジェラちゃんで、そっちの子がトーニくんで、ステラちゃんもルーちゃんとステラちゃんって言ってる。ほんでシェリーちゃんとメイちゃんで、クッキーちゃんとアンちゃんって呼んでましたよ、ずっと。どうやろう、まだ調べとこう。ダッフィーはつながってるけど、うん、ダー君とフィー君って呼んでました。一緒に遊ぶときはね、大家族になったんです。アミは宮本アミですね、覚えてください、はい、宮本アミです。そうなんです。あ、テスト最終日どうだったかな。ちょっと聞いてください。あの、今回は分かんない問題が1問しかなかったんですよ。やばいです、やばくない最後の教科でもね、まあ、間違えてる問題があっても、まあ、最後スラスラ、まあ、自分的には解けたから、まあ、満喫、テスト満喫って感じです。あみ今回マジで言われへんほど点数低かった。マジであみ今回はめっちゃほんまに多分今までのテスト期間で中学校に入ってからね一番頑張ったんで、多分な一番点数いいと思ってます。あみでも今一番欠けてるのは2学期の期末。多分ほぼほぼあの、あみほんまに頑張った今回マジで。地理とね理科が大嫌いですけど、大嫌いですけど、もうほんまに暗記もが嫌いでマジで頑張ったんですね。で数学 もう問題を解きまくったりしてたんで、もうほんまに頑張りました。そっちも帰ってきてほしいけど、ルーちゃんいつと欲しいね。点数悪いならいらないです。あ、15分経ったのでそろそろ終わりたいと思います。ほんまに理科やばいです。どうすればいい？やばいですよね。やばい。けどほんまに今回頑張ったんですよ。今回のテスト聞いて。ちょっと、もう帰ってきた。もう帰ってきた。うん。だって。はい、や、ちょっと待って、あ、目回復します。やばくない？平均点は？50何歩とか。あ、そうなんや。
あ、でも大丈夫、あのちょっとあのちょっと後で言うわ。 OK の、うん、大丈夫。あ、え、マジで、はい、大丈夫です。アミもね、大体点数取ったことがあるよって。やば。でももうあのこれはショールームで言ったから言うねんけど、うん、一番高い点数で59、あやみの中で。そうなん、今回、うん、今回国語59難しかった。今回回しちゃうんですけど、数学ほんまに文字とかやばい。文字、数学と国語はあのねすごいで、ほんまに数学は多分80取ったことあるよ。え、やば、数学だけいいんですよ。あれ、国語だけ80超えたこと、え、それはない。85超えたことあるのは国語は79ぐらいしかないんですよ。国語85以上なのは国語だけ。すごい、なったかな、すごい、ね、1学期か1学期のなんかで89取った。やばいですね。あみ、え、理科、理系なのか。え、あみね、でも理科できひんし地理できひんねんけど、国語と算数ができるよね。だから多分あみは日本系です。平均50点だ、日本で使う、ね、でもあれクラスの平均なんよね。見たいと思います。13位ゴーシさん、ありがとうございます。クラスの平均が、理科は50点、ありがとうございます。台とかやってきました。11位マイポンさん、ありがとうございます。10位ともみさん、ありがとうございます。9位てっちゃん、ありがとうございます。場合によって笑われる。ありがとうございます。7位かたやんさん、ありがとうございます。6位、ベルベさん、ありがとうございます。笑われたよ。5位、野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。4位、ジョエルさん、ありがとうございます。3位、コスモライトさん、ありがとうございます。2位、トッシーさん、ありがとうございます。1位は、どこ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 、鉄メガネさんでした。ありがとうございました。ちょっと今日はお絵かきできないので、明日の朝のショールーム、鉄メガネさんのお絵かきをします。今日はこれなったからね、さすがに CO2 は。はい、それではね、そろそろ終わりたいと思います。明日の朝またお会いしましょう。今日の世代交代前夜も、前夜公演もよろしくお願いします。笑われた。また会いましょう。バイバイ。この前はめっちゃ笑われた。やばーはははって待ち合わせです。ありがとうございました。バイバイ。めっちゃ笑われちゃったよ。バイバイ。待ってて、はい、はい、アミタン終了です。アミタン終了ですか。アミメイクがどうなってるか見てくるね。ふわさんも勉強しやっててくる。え、なんか言われんねんけど、テストの点数見た瞬間はめっちゃ笑われた。ママ？ママに笑われた。わかる、笑われる、ね、笑われるよな、うん、なんかえー、みたいな。怒られたりはしなかったけど、え、え、え、って笑ってた。やばー、ヒーヒャーみたいな。うん、みたん終了のお知らせ。あ、みたん終了のお知らせ。一桁だめ。一桁はさすがに笑われるだけじゃ済まなさそうやな。まだでも20とか行ったことないんですよ。30、20行ったことないんですよ。でもねえ、で今回はほんまにやばいなって思って、前回やばすぎたので今回やばいなって思って、ほんまに期末前のね、じゃあ期末じゃない、中この前の中間前かに、そうテスト期間全然いけなくて、全然あの勉強できてなかったんですよ。あれ、あの周年コンサートがあって、なんかなかなかテスト期間、勉強できる期間に行けなかったんで、ケーキのかしこさん、え、ヨシミンとかマナミンとかやと思う。追試、え、なんかそういう、なんかないんですよね。中学校やからかな、普通の中学校やから、なんか別にそのクラスにもう普通に行けたの子普通にいるんですよ。でもなんもないな、なんも言われてないし、残ってってよとも言われてないし、でなんかでも再テストとかはある、小テストの再テストはある。中学校5教科平均80、普通で、普通じゃないよ。え、だってクラスの平均でも80、え、学年の平均で80いったことない、そもそも。
うん、これ水死なんやさ。あみ赤点取ったことないからまあ分からへんな。全部一応30点以上ではある、40点ぐらいではある、40点以上ではあるけど、中学でテストやるの多分ないと思う。なんかでも呼び出されてる様子もないし、残ってって言われてるとこも見たことないしな。あやみ小テストは10点満点、10点満点とか英語はまあその単語の単語テスト、単語小テストっていうのがあって、それの問題数にもよりますね。学校先生で言えないのかな。確かにね、先生はあやみの社会の先生は結構小テストするし、英語の先生もその単元ごとにするから、やばいほんまに中学校何点でも役者の子で卒業できる、そう卒業できますよね。でも私もう勉強頑張ろうと思ってるんですよ。こんにちは。今ママとね話し合って行きたい高校とか頑張って決めてるんです。早いでしょ。あーここに手があった今よいしょ、ゆかゆかゆかゆ、その家を近いを取るか家に近いを取るか難波に近いを取るか、そうだからもう今のうちにいっぱい勉強しとかないと、中3で成績もっと落ちたらやばいから、うんね、うん、だから今のうちに決めていっぱい勉強しようと思ってるんですけど、まだ勉強してないです。はい、頑張れ、頑張る、勉強頑張れ、勉強頑張る。うわ、なんでもないです。めっちゃ近いとね。ね。遠くてもで、じゃ電車じゃない。車で30分とかかな。遠くても学校家から近いなら遠くても車で30分以内がいい。まだ難波に近いなら電車まあ一駅二駅とかの方がいいかなとは思ってるけど。ただ私引っ越したくないんですよね今の家が大好きなのであやみのお家綺麗だったな。あやみのお家綺麗でしょ、うん、リオも好きだよあそこ。あやみはあれあそこあそこ見てもう可愛いってなって決めた、うん、あやみが決めたの。うん、ママが決めたあやみも一応見てはいた。あやみ何歳の時から住んでるの。2年前かな、えー、からまだでもまだ小学校だったよ。小5とか小4だね。そう小5とか小6らへんで今の家ですね。近いところよね。そう結構最近なんだね。そうだからまだ綺麗。でもあみ早起きが苦手やから家から近い方がいいよね確かに。こんにちは。だって難波に近いよ取ったらなんかこんにちは、あれじゃない、早起きとかだね。ポリスは芸能関係に何通すアミタンカジュパ中らしいです。カジュパってカジパ、うん、カジパっていうよね。カジュアルパーティーだけど、ね、アミカジュパって言っちゃう。カジュパカジュパでもカジュパって言っちゃう。でもカジパ派もいるんですよ、うん、なんかもうこんにちは。甲子園なうまじすごい勝ちます、勝ちそうですか。家近いと近くした時の親方やべ、だからもう信号全部引っかかりましたとか、自転車事故り自転車パンクしましたって言わなきゃくなる。イエーイ、さあ始めました。大交代前夜公演、大交代前夜公演、まずは震災橋もジェネレーションチェンジ、でも近すぎてもあれなんで、まあ震災橋とか、でも大阪市内ではない方がいいかなと思ってる。もうちょっと高くなんないかな、これ。よいしょ、痛い、やられた。
こいつにやられた。大丈夫。もう抵抗するのはいいです。カジュパテはカジュパとカジュパ。アミはカジュパ派です。銃です銃。やれてやろう。なぜ小屋から閉じてほしいの。受付をした小山さんありがとう。っちゃったよ。でもまあ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 。でも引っ越したくないよね。そこら辺まで来るとさすがに家引っ越せないと遠すぎるから。よゆうぴ一人で歩みの家で配信してた。確かにん、ゆうぴ歩みの家でさ、うん、一人で配信してたくない、うん、そうだよ。みんな寝ててさなんかさどういう状況って感じだったよ、ね、確かに自分家ではない、うん、人のお家で、うん、なんか面白いね。朝早く早朝に、うん、やばいよこれ。無理。日本橋だ日本橋。確か大阪が日本橋で東京が日本橋だった気がする。大阪市内 NG。 大阪市内 NG。 よいしょ。まあ、でも大阪市内ならもうギリギリ、もうギリギリ、 あと一歩歩いたら他の市ぐらいに。もうすごい。無理。あ、これがあるじゃん。どうなったの？これでもここにずっとある。うん。じゃあこれにします。よいしょ。あ、これめっちゃいいじゃん。すごい、いいものを見つけました。リオピが何番についてうどん食べてる。いいな、うどん、うどん食べたい。マリオ、マリオマリオだよ。マリオ関東顔。関東顔、関東顔とかあんまあんまないくない、うん、あんまわからないね。さっきあのトランポリン、あれですね、テントウムシパーク、うん、あのあれ行きましたよ。スマホ立てか立てかけるやつ。全然映ってないと思うんですけど、もしかして気づいてないうちに言っちゃってる感じ。リオ関西弁になってる？たまになってるよ。リオピも西山もたまになってる。いつどういうこと言ってた？あ、でもあゆみたちが映る方が多いかも、うん、でもどっちかというと、なんかレーナとかリオと一緒にいると、うん、いるからよく、うん、なんかメンバーのさゆきとかにめっちゃレーナ標準語になってるって言われてる。うんうん、うん、あの標準語メンバーといるとあゆみも標準語になっちゃう。本当？うん、ゆきのとか西馬とかもめっちゃ標準語やからめっちゃ映る。わかる。西馬はあの結構関西弁映ってるなって時ある。結構、ああそれもある、うん、なんかたまに関西、あ今関西弁出たってなる。リオもあるの？ある、たまにあるよ。やだ、エッセイじゃんエッセイ、エッセイは怒られますよね関西の方から。でもさ、こんないっぱいの関西弁のこといたら映るよね。でも、うん、確かに。カフーさん、だるまありがとう。ハートもありがとう。お山さん、お花ありがとう。関東生まれ、生まれらしいけど、うん、2年ぐらいらしい。この前 MC で言ってたわ。東京で生まれて2年ぐらい行って、関東か、関東って言ってた。カフーさん、人事ありがとう。近畿来たらしい。ああこんにちはすみません。皆さんが暴れるからですよ皆さん暴れないでください。暴れないでください。最初は一切申し訳ない。わかる。だって今までさ十何年間さ、うん、標準語とか静岡弁でさ聞いて育ってきたんやろ、うん、急に大阪来て周り大阪関西弁ばっかりやったらさエセにはなれると思う。だよね、うん、でも本当自分だと使ってないと思ってるよ、うん、あ、じゃあ無意識に出てるんや、うん、イントネーションがってこと？なんかあるじゃん、イントネーションと何々やんとかやんなとか。イントネーションが関西。あ、イントネーションは確かに映りやすいかも、うん、な、たぶんやん使ってるところはあんま聞かへん、うん、けど聞かへんとかさ、あ何々なんか言い張るとかさ言わないじゃん。言わへん。だけどイントネーション、確かにイントネーションはみんなといると、うん、あの変わっちゃうかも。イントネーションが関西弁に当てるときは結構聞くやだ関東を捨てたくない。キューキーは標準語も割れてる。そうだよね、うん、
ユニバのイントネーション、あ、確かにユニバのことなんて言う？ユニバ。あ、いや、そうなんや。これはめっちゃ怒られたというか、誰だっけな、レイナだ、うん、まだレイナに、うん、ユニバって言ったらユニバ、うん、ユニバユニバって言い合いをしました。でも結構ユニバ、ユニバの言い争い学校でもしてる、うん、え、学校でもいるの？標準語の子結構いる。え、そうなんだ、うん、でもなんか結構大阪で育ってる子でもまだ標準語の子とか結構おるし、うん、その子とユニバの言い争いしてる時ある。ユニバです。ユニバ、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 メシさん貼ってありがとう。 USJ 違う、そう、ユニバの発音ですらもう違う。そもそも USJ っていう人もいるよ。えぇ、あ、確かに USJ も言います、私も、USJ 長いじゃん。うわ、いや、もうネクタイって言ってた。ネクタイ、これ何？ネクタイです。いい、リボンですよ。かわいいね。かわいいですよ。こういうさ感じの学校に通かとった、うん、こんな制服の学校、セーラー服ってこと、うん、でもザ・セーラー服の感じ の、うん、あの学校に通いたかった。あ、憧れってこと、うん、結構セーラー見るけどさ、なんか色が違ったり、うん、あ、こういうなんか白に赤に紺みたいなのセーラー服着て投稿したい、うん、確かに、なんかアニメとかでもさ、うん、よくある、よくこういうのあって、なんかザ・日本の中学生って感じ。うん、あ、ネクタイのイントネーションって東西で違う？ネクタイ？ネクタイ一緒です。あれ一緒でした。ネクタイ、逆になんて言うんだろう、ネクタイ？聞いたことない。なんだろう。つにやさん、花束ありがとう。モスバ、え、モスバ？え、モスバ？え、モスバはおかしい。モスバーガー。え、モスバって言うんですか？え、まあ、みそもそもあんま行かへんから言わん。あ、みはモスバーガーって呼んでる。ね、なんだろうね。学校のみんなもモスバーガーって言ってる。マクド、マクド、マック、え、マックだよね、うん、よかった。マクドの歯いっぱいいるんですよ。ネクタイは一緒かも、確かに。モス、あ、そう、モス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 、うん、モスモスだね。モチュバーは言わないや。モスや、言うときはモス、モスバ、モスだ、モスバ、モスバーガーじゃない。マクドナルドはなんていうの？マックって言います。マックです。あって、エッグ、マックマフィンって言ってるし、公式がマックって言ってる。でもさ、旧期のみんなマクドって言うよね。うん、多い、マクド。マクドは変えたくない量、マックって言ってる。え、マックって言ってる。ドンツキって何ですか？ドンツキ？びっくりドンキーさ、うん、旧期がさ、ビクドンって言ってる、言っててさ、初めてビクドンって、うん、あ、ビクドン、ビクドンって聞いたんだけど。あ、ビックドンやで。びっくりドンキーだよ。長い。びっくりドンキーって言うんだよ。あ、みはビックドンです。すごい。愛知県はマックです。静岡県もマックです。突き当たりってドン突きって言うんだって。え？すごい。結構いろんな略し方あるね。ね、結構違うんですね。うん、ドン突きも関西弁だって。あみ関西弁じゃないのかな。あやみは大阪出身？大阪出身、大阪出身、大阪生まれです。めっちゃ大阪だよ。びっくり行く。あ、そう、びっくり行く。1年もしたら関西に染まる。びっくどん行こうやな。でももうほぼ1年いるんですよ。ドンキホーテはドンキ、あ、そう、あみドンキホーテドンキです。ちょっと徐々に侵食されてますね。まあ、ビクドンよ、ドンキやったら、ね、静岡は爽やか、ビクドンとドンキ、ドンキ。関西はセブン入れっていうの？セブン入れっていう？セブン、セブン。え、でもセブン入れって言ってる人もいるかも。いるっちゃいる。セブン、だいたいなんか文字数少ない方に略してる。言いたくない長いの。うん、ビクドン、富士山はドンキ、登ったことないです。マック、セブン。ケンタッキーはタキチキ、タキチキ？あみはケンタです。ケンタッキー、ケンタ、え、なんて言うんだって。ケンタッキーはタキチキ、タキチキかケンタって。え、何？タキチキ、なんでタキチキなんだろう。タキチキ、ケン、
タッキーケンタッキーチキン。ああケンタッキーチキン。ファミマ、ファミマのイントネーションだって。ファミマじゃないです。ファミマです。ファミマ違います。ファミマだよ。ファミマのイントネーションじゃないです。ファミマ、ファミマです。ファミマ、ファミマセブンローソン、ファミマ、ファミマケンタでしょ。ケンタじゃないの。ケンタはケンタ、ケンタですよね。うん、私もケンタです。ケンタ、私もケンタです。ジョジョの奇妙な物語はジョジョ、あやみ、ジョジョです。ジョジョで終わり。じゃあジョジョ。ケンタッキー、ケンチキー言ってた人。静岡の時、爽やか3時間待ちで諦めた。確かにあの休日とか祝日とかだと結構待ちますよね。平日のお昼とかだったら、まあ、割と食べれますよ。すアルファベット量ん、ね、省略派。静岡の平日のお昼とかに行けるの。マクダーナ、静岡県民の特権です。マクダーローソン、ローソン、ローソン、ローソンなんていう。ローソン、ローソン、ローソンか。ローソンは全国共通かも。ローソンはなんか変じゃない。ドラゴンボールはドラゴン、ドラゴンボール、ドラゴンボールはドラゴンボールって呼んでるかも、あやみ。はい、今日は世代交代前夜公演ですが、はい、ですが、ですが、ですが、今日はあやみちゃんと一緒です。一緒だよ、あやみちゃんと一緒です。一緒だよ。あ、静岡 KFC、 確かに KFC っていうところもいる人もいる。へえ。この前いつ出たっけ。リオ、うん、は14か。10日出た。出てない。10日じゃ、いや出ましたっけ私。10日、あ、10日出ました。あ、じゃあ10日ぶりだ。10日の公演だから、この10日ぶりか。うん、あやみはだいたいリオピと出てるんですよ。そうだから、あやみのところが久しぶりに、あや、あ、まなみと出ました。まなみもうさ、ず一緒に初日迎えてからさ、ずっとさ、うん、もうずっとリアピの時ばっかり。っで、で、切れちゃって、うん、そう、初めて記録が。そう、でも初めててんちゃんと出た時も結構遅めやった、初日迎えてからも、うん、ずっとリアピでした。ちょっとあやみ、あの、あれがピンチなので、そろそろ壇上読んで終わりにします。充電があと 10% しかない。あ、ごめんなさい。まなみとあやみ、ちょっと似てるよね。まなみ、あやみ、母音っていうの、子音、子音かな。わかんないけど、あ、いや、子音一緒、母音かな、どっちだろう。一緒です。まなみ、あやみ、充電ピンチ 10% しかないよ。また壇上見ます。あやみちゃんがリオピはお姉ちゃんだなって思うときはどんなとき。なんかでも、もういるだけでお姉ちゃん感がすごい嬉しいです。コーリンポジどうでしたかな。13位キミナンゴさん、ありがとうございます。緊張しました。12位ハネウマさん、ありがとうございます。でも11位おでん屋さん、ありがとうございます。楽しい。10位高カタヤンさん、ありがとうございます。慣れてなかったんですけど。9位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。8位ヨモくん、ありがとうございます。7位ハリポターメガネさん、ありがとうございます。 21かな。うん、出たよ。6位夏の大三角形さん、ありがとうございます。違うね、絶対噛んだよ。大三角形さん、ありがとうございます。5位けんちゃん、ありがとうございます。4位高松さん、ありがとうございます。そうだよ、近いんだよ。はい、壇上読みします。3位柿彦さん、ありがとうございます。15位ゆうじろうさん、柳さん、ありがとうございます。1位なつきさん、ありがとうございました。あれ、なつきさん、あれ何位から言った。ん、16位って言った今。え、これなんて読むんだろう。13位、高山秀樹さんかな。すごい難しい。ありがとうございます。違ったらごめんなさい。12位しげやんさん、15位、ごめんなさい、なんで15位から読んだんだろう。12位しげやんさん、ありがとうございます。博多弁か、めっちゃ可愛くないですか。博多弁も大好き。博多弁のなんだっけ、博多弁で、なんか何々しとう、好きやんちゃん、違う、それとなんか何々しとうよとか、好きと水筒用だ。あ、水筒用、水筒用、めっちゃ可愛くないですか。もう10位タイラマさん、博多弁の女子大好き。ありがとうございます。9位ユッキー、ではありがとうございました。ダタタ、ありがとうございます。よろしくお願いします。チッコワフルさん、ありがとうございます。バイバイ。7位ロヒさん、ありがとうございます。6位テツくん、ありがとうございます。そして